自身が演じるスペシャルメイクについてまず教えていただいてもよろしいですか。はい、私はスペシャルウィークちゃんという役を演じているんですが、普段はスペちゃんと呼ばれていて、チーム のマスコット的な存在となっております。なのでサガン鳥栖さんでいうと、チームの人気者、ビクトル・イバルボ選手のような存在かなと思っています。なので今回は選手のことをビクちゃんって呼んで応援したいと思います。ビクちゃん頑張れ。あららららら、ビクちゃん新しい風投入です。それでは河野さんが演じている馬サイレンス鈴鹿、どんな感じなんですかね。はい、私が演じさせていただいているサイレンス鈴鹿は、大逃げと言われるくらいレースの中でもやっぱりトップスピードに走ってくれる足が速い馬娘で、ゴールまで一直線に走る馬娘なんですけれども、サガン鳥栖さんでいうと、華麗にディフェンスをかわしながらゴールにトップスピードで向かってくれる小野裕二選手のような存在ではないでしょうか。なんと、あの選手のゴールが見たいか。これは追い風になりました。さあ、マツコさん、マツコさんが演じる東海帝王についてお願いします。はい、私が演じている東海帝王ちゃんは、小柄な子ではあるんですけれども、いつも元気いっぱいでムードメーカーな子になっております。だからサガン鳥栖さんで言えば、みんなから愛されるキャプテンの吉田優太選手のようなことではないでしょうか。でも今日もね、もうチームを引っ張って素敵な結果をね出してくれると信じてますから頑張ってください。ありがとうございます。いよいよゲームも戦闘力が始まるという。